お仏壇は、仏壇はもう極洋処分。そうです。多分ね、この下に、ね、入ってる可能性があるんですよ。貴重品が。あのなんか数珠とかなんやか。関係ですね。うん。なんか2階の扇風機置いといてって言ってたな。でも2階すごいです。えらいことになってますよ。えらいことになってますか。チェッカーズか。あ、昔住みだったんですか。私がここでは昔家族で住んでられたんですね。そうなんです。全員家族だったんです。2階上がります。あ、承知いたしました。なるんですよ。そう、私昨日から寝れなくて、これ今日ちゃんと片付けてくれるんかなとか思って一日で。神島、この学関係残しで、はい、学関係残しで、うん、ここは物何あるかが分からないんですよ。あ、本当ですか。重たい。
て。雨の日？めちゃくちゃ降ってます。向かい来る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 。頑張れ、服はどうだ？服を出せるやつだ。出せるやつ。向かい箱重たいよ。はい。これ取っていいですか？いいよ。お願いします。はい。写真や。写真が大量にありますね。写真です。少し。ちょうど。パーマン。これ後ろ OK。 はーい。あっ破れた。はいですね。うわ、このあたりこんなになってんやん。こんなになってたんやん。そうです。あ、もや着物、そういう着物。着物関係だったり、本当貴金属やお写真関係、ポンとあの着物のほとんど写真ですね。はい。いいですね。そんな久しぶりですか？めっちゃ久しぶり。でも上に登るのが怖くて、これいっぱい荷物あるし、なんか無事とか本当に嫌やもん。私もネズミが一番なんで。なんか今回かハクビシンかなんか今回いっぱいありましたね。でしょ？はい。それでも嫌な。はい。上がってあるのがいっぱいありそうで、もう気持ち悪くて上がってなかった。はい。